ということでね、やってきましたけども、今日のおはようバーチャルおばあちゃんですけどもね、なんかだいぶ真面目な回になってしまいましたけどもね、大丈夫かねこれね、密かに今までで一番危ないあれだった気がするんだけどね。あ、恐ろしい、史上最低の川柳だったね。あ、でもどういうことね。ではもう腹筋やめよう、もう腹筋心なことやめましょう。それではですね、皆さん今日の予定はありますか？今週の予定はですね、真面目だったねということで、みんなも今週の目ちゃんとその目標を立ててね、自分を信じて、自分を信じていきましょう。あの、修行をして、あの、より良い人生を送ってくださいということで、最後に、うんこするミサに行く部活やでね、いいね、やっぱそれ何かしらのね、活動をしていこうというか、社会に参加していこうっていうことですね。では最後はですね、おばあちゃんのですね、おばあちゃんがこのように瞑想をして終われたと思った。最後、今日はみんなで瞑想をして終わっていこう。みんな瞑想して、はい、みんな瞑想して、瞑想して、瞑想して、精神統一して、精神統一して、はい、精神統一してください。また来週。今立ち上がる若きエースに、救済するぞ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 、救済